ここが先輩のアトリエか。失礼しまー。あ、先輩いねえし。仏像？てっきり天使の絵だと思ってたわ。なんで仏像？私はね、祈りを込めて描いてるんだ。なるほど。先輩は最初からずっと言いたいことが一貫してた。言いたいことは変えてない。手段を変えたんだ。俺はずっと構図のことばっか考えてた。でも構図は言いたいことじゃなくて手段じゃん。俺はずっと手段で手段の絵を描いてたのか。すげえ綺麗だ。お願い、モデルやってくれないかな。あー、ごめんね。ユージ。え、彼氏、次はやってね。ごめんね。お待たせ。早いな、もういいの？あ、先輩には会えなかったけど、先輩の絵見たら俺も描きたくなっちゃってさ。